三等合わせの一番内ですね、12秒台半ばで、まあ、ついてきたという感じですけど、ラストですね、やっぱり体がまだできてないというか小さいんでね、ややスタミナ切れという感じのするラスト13秒8ですね。現状はこんな感じかなというところですね。時計は出ないですけど、身のこなしはそんなに悪くないと思いますよ。一周前に少し強めの直球やってますんで、今回は単走で馬なりという感じですね。自然に気持ちが乗るのを待ってというような感じのラップ構成です。まあ、特に鞍上が手を動かしているという風はありませんし、自分なりのピッチ数、自分なりのペースで駆け上がってきたという印象ですね。ですからラスト12秒6、順調に仕上がっているという印象を受けますね。上々だと思います。合わせ馬の外ですけれども、比較的早いラップで駆け上がってきました。まあ、体を使ってこうね、ラップが12秒1、12秒2というふうに刻んできましたけれども、ラスト一波浪に差し掛かってから少し身のこなしが重くなって、なかなか体が使えないという状況ですね。若干体が重いのかもしれませんね。ラストの時計のかかり方、やや気になるところです。合わせ馬ですけれども、12秒台の前半でずっと駆け上がってきましたんでね、ラストがどれぐらいこう伸びるかという感じだと思います。残り1波浪まではリズムもいいですし、しっかりと走ってきましたけれども、若干ですね、最後上がり口のところは足が重くなったかなという感じはしますけれども、タイム的にはこの馬らしいものですんでね、まあまあ仕上がってるというところです。合わせ馬ですけれども、まあ、上がり重視という感じですね。残り2波浪のところまでは自然体という感じです。パートナーに合わせて馬も気持ちが次第に出ていくというところですけれども、いざ追い出してからね、あんまりまだ体が沈んでくる感じのところはありませんので、若干ふらつき気味、少し若さが見えるかなというところですが、タイム的にはしっかりまとめたというふうに思いますね。現状はこれで OK かと思います。うちに合わせましたけれども、軽快に速いラップを刻んで上がってきましたね。ピッチもいいです。リズムよくしっかりと気持ちも前に向いて上がってきました。ラストは12秒3ですけれども、ハイラップを刻んできたら、2歳馬だったら11秒台でまとめられるのはなかなかいないですから、12秒3であればもう優秀な方ですね。しっかりと動けてると思います。まあ単走に近い感じですね。内外離れてますから、脳犬からそんなに間がありませんのでね、そこまで強い負荷をかけるという感じではありませんでした。まあその割には序盤のラップは刻めたかなという感じ、しかし最後に来るとやや頭も上がり加減になりますし、ふらつき等が見られますんでね、この辺りはまだ若いのかなという印象ですね。